対局開始。お願いします。さっきの対局でちょっと時間切れ負けをしてしまったんで、あのカッチョ悪いなと思いまして動画ボツにしました。おお、玉寄りですか。自分のカッチョ悪さはね、隠蔽していくというそういう主義ですので、自分のかっこいいところだけを視聴者の皆さんに余すところなくお見せするというね、まあ、そういう方針で、やっていきたいと思いますので。相掛かり棒銀ね。UFO 銀って何でしょうか。よくわかりませんけどね。 UFO 銀 UFO、 これ角交換でしょうね。3号、あ、これ取らせてくれるのか。これ取るとなんか問題あるのかな。パクッと、でもなんかちょっと銀が不安定だからな。不安定、これ8二角って打っちゃダメなの。8二角って打ったらダメなパターン、ダメですかね。これって罠はぁ、取ると5五角ですか。2分。こうするとで、こうするとで、こうするとえ、これ大丈夫じゃないの。何か問題あります。別にないですね。はあ、あー、角、これ角ただですけど。あ、でも7七桂成で馬抜くのか。あ、そっちですか。いや、でもこれでも桂得なんでね、悪くないと思うけど。これは銀を一回引いときますか。あ、でもこれ飛車をこう、回ってくるのか。なんかよく分かりませんね。なんかよく分からないや、この展開は。これ横歩取りというのは怖い戦、まあ一回受けますか。飛車がね、まあこれ取る手もあるけど、同角でちょっとうるさいですからね。ああ、これ。しょうがないの取るか。あ、でも取った時にこう取ってくる。やだなー。もうしょうがない。桂も跳ねる？あ、でもこれ、銀取って同桂で2九銀とか打ってくるの？うっそー。これで負けるとかちょっと、ちょっと勘弁してほしいですね。これ角なると飛車取ってくるのか。一回王様逃げとくか。いやー、こっち行くんですけど。あ、2八飛車なりは、あー、これ銀打たれるから、ちょっと窮屈ですね。ちょっとやだな。いや、なんか相手手慣れてますね。手慣れてる感じがプンプンに漂ってる。プン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 、八が飛ぶって感じですよ。いや、もう時間もないしさ。プンプンプン、八が飛ぶみたいなね、そんな感じですよ。いや、また時間切れ負けしそうじゃん。もうやだね。もうしょうがないな、これ。もう飛車取るしかないか。馬が止まってるうちではね、もう勝てない。あ、でもこれもな。こんな手じゃ勝てないよな。まあ、よくしとるか。いや、でもこれ3六角があるんでね。30秒。これ、角なってくれれば。ああ、何それ。ああ、やべえ、馬で取られるやん。ああ、もうやだね。最悪ですよね。ああ、もうこれ全然ダメだ。20秒。まあ、居飛車というのはね、難しいですね、やっぱり。あれ？
やる手がないんだよな。10秒。どれや。あ、俺詰まされてるかもしれないな。ああ、また時間切れで負けそうですね。もう、あ、これ詰まされてる？え？いいよ、切ってやれよ。もう。いや。時間切れ。また時間切れかよ。ああ、もう時間切れですか。ちょ、もう一曲やる？お前が後手だ。対局開始。お願いします。相中飛車。まあ相手と同じように指しとけば一応無難なんで。まあ、でも相手はなんか中飛車だけど、王様は左に囲ってるので居飛車風ですね。居飛車風っていうか、まあ居飛車じゃないんだけど。片身の囲い。これ取ると全部交換する気ですか。これはね、銀打つと、ああそんなことか。これは一回こ角交換して、角交換してからのこれでどうだねえ。これまあでも44、あ、お、取るか。ああ、そういうことね。そういうことですか。随分激しい将棋を指される。おお、ああ、王手防ぐってこと？でもこれ、こじ開ける手があるんじゃないか。で、こじ開けて、ああ、でもそっか、飛車打っても銀打たれるな。ああ、ダメですね。いや、そういう時は端歩の貯金。貯金貯金とね。ちょっとなんかやりづらいなこれ。2分。いやこれまずいか。なんか相手が手厚くなっちゃいましたね。これは良くないな。やる手がないんですよね。やる手がないな。飛車手持ちにしてるけど使うところがないので、使うとこがないんですよ。まあこれ飛車取ってくるかもね。相手は飛車の使い道が結構あるからさ。桂馬跳ねるか。ちょっと桂馬跳ねて、もう次に9三桂成でも何でもいいからさ。1分30秒。もうやっちゃうか。もう時間もないので、こういう手で突破していくしかないんですよね。こうやって。あんまりこれ、いい攻めじゃないんだけどさ。これ歩打つ？なんか突破口ないかな。突破口が欲しい。はあ、相手の馬が硬すぎて打ち込みがないんですよね。でも打ち込みがないときはこちらもパシパシ刺していって、逃げちゃおうか。これ逃げちゃおうか。さあここからは早指しですね。もうとにかく早指し、早指しくんの対局というか。おお、そうするとおりゃ、嫌ですね。
あー、こんな手で。いや、これはダメだよね、さすがに。これ3五銀。いや、取っちゃえ。3五の地点、馬も効いてるからね。ちょっとダメですね、この手は。うわ。逆に押し込まれてるな。なんでこうなるの。もうこんなの取るよ。さあ、考えたまえ。考えたまえ。たまえって言ったら、シーマルコちゃんのね、たまちゃんです。30秒。たまちゃんですね。たまちゃんですよ。もう、大手とかしないでよ、もうめんどくさいから。おい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 。20秒。おりゃ、なんだかよくわからん。おりゃおりゃ、取るんかい。おりゃ、なんかこんなことやってるうちに形勢的には逆転したり、逆転してたりするんですけどね。これ逆転してるんじゃないの。これしてないか。10秒。ああもう10秒とかやめてよ。20秒ぐらい欲しいよ。30秒ぐらいでも桂馬跳ねると、ああもう銀で押さえると、押さえになってないな。あ、そっち行くのか。取っ、あー、取っちゃえ。取る。もうなんかもう時間切ればっかだな。もう嫌になっちゃいますね。もう嫌になっちゃうんですけど、まあでもこっからが本題なんで、切り替えていきましょう。私は、勝ったら自慢するけど、負けたら、いや、こんな勝負別に関係ないですからってね、開き直りに行きますので、まあそういう性格なんでね、ぜひ皆さんは、負けてもね、潔く負けの痛みを感じる、そのようなね、潔い人になって、もらえればですね、まあ別に何でもいいんですけど、今日はこのニュース取り上げたいと思います。まあ、ニュースってことのニュースではありませんが、2020年11月6日のニュースですね。カンニング竹山、鬼滅の刃を見ないわけ、すごいわかると反響も。6日放送のノンストップフジテレビ系で、日経トレンディが選ぶ2020年ヒット商品ベスト30について特集。番組コメンテーターのカンニング竹山が1位を獲得した鬼滅の刃を見ない理由を語った。鬼滅の刃を見ない理由、竹山は特に鬼滅の刃のブームを感じているそうだが、正直鬼滅の刃とかは1回も見たことないんだけど、これだけ周りが話してるから自分の中で見たことになってます。だから今後見ることはないかなとコメント。続いて、みんなの話を聞いてたら大体内容がわかるじゃんと語った。鬼滅の刃は見ないと語った竹山だが、その一方で番組コメンテーターの熊田陽子は、鬼滅の刃のキャラクターである、これなんて読むんでしょうね、かまかどって読むのかな。これ、宮城県塩釜市の釜っていう字ですよね。かまかどなのかな、かまかど。これ読めないですね。なんでしょうね。なんとかまめこのコスプレをしたことも。コスプレのクオリティの高さを見た番組 MC の、したら、なんていうか、すべるですかね。統合。ちょっと読みがわかりません。したらさんが、鬼滅は当然見てるのと質問すると、熊田は鬼滅はまだ途中なんですよと申し訳なさそうにコメント。熊田が竹くわえているマメコしか知らなくて、覚醒すると違うらしいんですけど、私まだそこまで行ってないんですよねと続けると、竹山はそういう情報をもらってもう見たことになっちゃうと語っていた。
今回の放送に対してツイッター上では、友達から鬼滅見たって毎日聞かれる、鬼滅ブームすごすぎだよねといった視聴者からの感想が見られた。他には鬼滅って盛り上がりすぎてネタバレすごい、竹山が言ってることすごいわかるわ、確かに見なくてもある程度内容わかるわなど、竹山が鬼滅の刃を見ない理由に対してファンからも共感の声が寄せられているっていう、そういうニュースなんですけど、あのさ、そもそもこの見ない理由っていうものがさ、一つの記事になるってこと自体がすごく違和感感じるんですよ。だって見ない理由ってさ、いや、 何かをしないことに理由ってありますっていう、あえて言うなら興味ないんですよ、ね、何かしないことに対して理由を問うてたらさ、キリないですよ。はい、じゃあ視聴者の皆さんに質問。多分、今アルキビトチャンネルの動画を見てるってことは、他の YouTube チャンネルは多分見てないですよね。だってアルキビトチャンネルの動画見てるんだから、他のチャンネルは見てないでしょ。なんで見ないんですかね。他にもさ、たくさんの動画あるじゃないですか。なんで見ないんですか今。なんで見ないの。なんでわざわざアルキビトチャンネル以外の動画見ないっていうことを選択したの。なんで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 、ちょっと教えてよ。あ、それからさ、まあ、さっき将棋坊主やりましたけど、じゃあ将棋坊主やらない、やったことがない人に質問。なんでやらないんですか。あ、将棋坊主面白いじゃん。なんでやらないんですか。将棋坊主やらない理由を教えてください。はい、あとそれから4人将棋やらない人に質問。4人将棋なんでやらないんですか。で、なんで4人将棋やんないの。え、教えてる。して、なんでなんでなんで、え、なんで、え、なんでやらないの。え、なんでよ。全然わかんない。教えて、僕にわかるように教えてよ。4人将棋なんでやらないの。え、なんで、え、やらない理由がわからない。え、なんか理由があるんですよね。4人将棋を支えるには理由があるんでしょ。なんか理由があるから4人将棋やらないんだよね。教えてよ。うん、わかんない。僕わかんない。全然わかんない。なんで君が4人将棋をやらない理由、やらないのか、理由がわかりません。教えてください。うん、あとそれから、今日の朝ごはんに、カレーを食べなかった人に質問。なんでカレー食べなかったの。え、なんで、え、なんで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 よ。え、なんでカレー食べないの。美味しいじゃん。カレー食べない。え、君食べてないんだよね。え、なんでカレー食べなかった理由が知りたい。なんか理由があるからカレー食べなかったんでしょ。ですよね。カレーを食べなかったってことは、何らかの理由があって、その理由に基づいてカレーを食べないっていう選択をしたんでしょ。じゃあその理由教えてよ。ねえ、教えて。うん、教えてよ。知りたいな。うん、君がカレーを食べなかった理由を知りたいな。うん、知りたい知りたい。いやー、わかんないんだよね。で、これ同じことですよ。鬼滅の刃を見ない理由を問うってことは、それって今日アルキビトチャンネルを見なかった理由とかね、カレーを食べない理由なんですかとか、ドラえもんを見てない理由なんですかとか、そういうことですよ。ね、非常に馬鹿げてますよね。なんかその何かをしない理由をさ、問いただすっていう、そういうのってなんか非常に違和感を感じる。まあでもさ、鬼滅の刃、流行してるんですか。だからそのみんなが見てるものを見ないっていうことだけがもう特殊な人っていう風に見なしてるわけですよね。つまり何かをするかしないかではなくて、みんなと同じことをするかそうでないかっていう、そういう区別の仕方になっちゃってるってことでしょ。私は純粋に何かをしているかしていないかっていう区別をするんですよ。だからカレーを食べるか食べてないか、4人将棋をやるかやらないかっていうね、そういう区別の仕方をするんですよ。でも、そういうふうにさ、何かをするかしないかっていう区別の仕方をする人っていうのは、まああんまりいないんですよね。私は何かをするかしないかっていう区別をして、まあ、するにはまあ理由があるのかなってね。だって鬼滅の刃見るにしたってお金もかかるし時間もかかるわけじゃないですか。だから何にもメリットがなかったら
見ない方が得ですよね。だってお金時間かかるんだからさ、ね、カレー食べるにしたって準備するにもお金かかるし時間もかかるでしょ。だからそのお金や時間をかけてでもそれをやるのが得だっていうさ、そういう、判断がなければカレー食べないし4人将棋もやらないし何もやらないわけじゃないですか、ね、その何か犠牲を払ってでも何それを積極的にする理由があるから何かをするわけであって、それ何でもそうですよ、ね、そういう理由なしにするしてることはさ、それこそ呼吸とかそんなぐらいじゃないですか、ね、自発呼吸ってその意識しなくても呼吸しちゃうでしょ、息吸ったり吐いたりしちゃうでしょ、うん、まあ呼吸っていうのはもう神様に与えられたことだからね、うん、だから呼吸する理由とかは別にもう、まあ、問うても仕方ない気がしますが、鬼滅の刃見るとかいうのはこれは見る方に理由をむしろ問いたい、うん、見ない理由問われても困るんですよ、うん、じゃあ私がもしも鬼滅の刃見ないのなんでって聞かれたら、いやそれは興味ないからとしか答えようがないし、それでもさ、なんでなんでって言ってきたら、うっせえな、俺は みんなと違うことをしてる俺ってかっけえって、そういうタイプの人なんだっていうことですよ、うん、そういうふうに言っちゃいますね、うん、お前らがやってることは俺はしねえんだよと、お前らがしないことは俺はする、俺はやると、みんなが右向きは僕は左、ね、みんなが左行きは僕は左右だとそういう人なの自分は、うんね、流行ってるものはもう最初から拒否して、そういうタイプなんだから、もう宗教が違うんだよ、お前らと宗教違うの、みんな教じゃないから、ね、宗教が違うから、それはもうだからもうキリスト教とイスラム教みたいなもんですよ、ね、だからいやそうですよね、その区別の仕方が全然違うんだからさ、するしないの区別じゃなくて、みんながしてることをするかしないかっていう、そういう区別の仕方しちゃう人たちとはもう宗教がもう違うんで、そっちの宗教を前提にして話されても困るんで、うん、っていう話になっちゃいますね、うん、まあでもさ、まあ言っちゃえば当たり前のことなんですが、でも私はその勤め人ではないし、普段からあんまり人と戯れて暮らしてないので、まあこう割と、自分のことだけ考えて生きてますんでね、だからあんまりその他の人に揉まれないで生きてるから、まあ、そういうふうに考えるんでしょうけど、やっぱり他の人たちに揉まれてさ、まあ会社勤めとかね、学校生活とかさ、多くの集団生活の中で生きてたら、まあ、でもやっぱりみんな今日になっちゃうよね、やっぱり。だって人ってなんだかんだ言ってさ、その周りの人たちがこれが正しいって思うものに対して、ああ正しいのかなってさ思っちゃうっていうか、そういう経験的なもので何かを獲得していくっていうのがあるから、やっぱりいくらちょっと違和感感じても、みんながみんな今日やってたらやっぱりみんな今日になっちゃうよ、うん、それはしょうがないし、別にそれを別に批判するつもりもない、ただ宗教は違うよってこと、うん、ね、宗教違うんで、そして日本国憲法で、信教の自由が認められちゃってるんで、最高ってこと、うん、日本って、ね、いい国なんですよ、日本はね本当に最近いい国だなと思ってて、結局ね日本ってまた話が広がってくんですけど日本ってさ、人々から評価されなくても孤独でも、嫌われても生きていけることが、制度的に保障されてるんですよ。生活保護もあるし、国民健康保険とかそういう福祉政策が充実してるでしょ、ある程度。だから多数派に迎合しなくても生きていけちゃう社会になってるんですよ。だからそういうね社会の制度をうまく生かして、徹底的にこう自分らしい生き方というか、自分
本来の生き方みたいなものを追求しやすい社会なんじゃないかな。日本は集団主義的で、なんかその空気が支配してるなんてさ言われるじゃないですか。だけどそれはあくまでも自分がその日本の中の、世間に迎合しようとした場合ですよね。つまりなんかみんなの集団に仲間入れてくださいってさ自分が欲するから、そういう空気の支配の中に巻き込まれてしまうのであって、いやもう僕関係ないんでって感じで、ほっといてくれって感じでさ、もう集団生活やめますんで知らないよって感じで突っ張れてしまったら、もうその集団主義的なものってあんまり関係なくなるんですよね。だからでその集団主義的な、ところに別に迎合しなくても、その経済的にある程度さ支援してくれる仕組みが制度として保障されてるからさ、だから日本はすごくいい国なんじゃないかなとね、最近ね、私は日本万歳って感じなんですよね。まあそんなわけで、カンニング竹山、これカンニングしたいんでしょうかね。まあ、私別にこの人のことあまり詳しくはしない。でもこの人でもアベバ TV に前出てましたね。カンニング竹山さん。しかしこれカンニングってこれテストでカンニングしたことがあるっていうことなのかな。そういうその自虐ネタなんでしょうかね。なんでカンニングっていう名前つけたのかよくわかんないけど。自分だったらカンニングとかそういうネガティブなイメージを持つ言葉じゃなくて、天才歩き人とかね、宇宙生命体歩き人とか、そういう感じでこうね、かっこいい題名じゃない名前にしようかなと思いますけどね。わざわざ自分でその自分をね卑下するような名前つけないですよ、まあ別にその竹山さんは別に批判してるわけじゃなくてね、それはこれも宗教ですから、これも宗教、やっぱり日本のみんな教っていうのは自分をさ謙遜することが良いっていう、そういう文化があるでしょ。謙遜して自分を落とすっていうかさ、自分を落としたって別に誰かを立てるってことになってねえじゃんって。これでも結局さ、その謙遜文化っていうのは要はその、比較するっていう相対、なんて言えばいいのかな、自分と相手との関係性というか比較をするっていう、そういう考え方ですよね。だってさ、自分がいてね、相手がいてさ、相手がいますよね。でこの人がさ、僕ってバカですって言ったとしてもね、バカですとかね、こうやってこう謙遜したとしても、これでさ、自分がたださ、こう、自分が、こう削られるだけでさ、自分がこういうふうにちょっと短くなって削られるだけで、相手を立てることにならないじゃないですか。相手は別に変わんないわけで、自分をさ、僕ってこんなにバカなんです、頭悪いんですとかね、こんなに僕ってダメな人間なんですとか言ったとしても、そんなこと言われたって別にですね、相手が別に喜ぶわけでもないし、謙遜ってなんか、まあ、別に謙遜するのは構わないんですけど、私は謙遜はしないですよ。自慢することばっかり考えてますんでね。てかさ、むしろですよ、謙遜することが美徳であるとしますよ、仮定としてね。まあ、謙遜は美徳であると。謙遜は美徳。だとするならば、謙遜するっていうのは、表面的には自分の地位を下げるようでいても、実は謙遜すればするほど美徳が上がるわけだから、自分の地位がどんどん上がってくるんじゃないの？ねえ。だって謙遜は美徳なんですよ。良いことなんですよ。だから、謙遜しまくればしまくるほど、自分の、その、なんていうのかな、自分の人徳がですね、ぐわーっと上がってくるわけですよ。ね、で、謙遜するっていうこの精神っていうのは、自分を下げることで相対的に相手を高く見せるっていう、そういう考え方でしょ。つまり、いやー、
あなたやっぱすごいですよね。いや素晴らしい、本当ね、もう尊敬してますいつもね。いや本当っていう風に相手を褒めればいいものをさ、いやそうじゃなくて自分を落とすことによって相手を相対的に上げようっていうさ、こういう、謙遜の精神って実はさ、逆の効果なんじゃないですか。だって謙遜すればするほどさ美徳が上がっちゃうんだから、もう謙遜すればするだけさ相対的に自分の美徳だけが上がり、相手の美徳がさ相対的に置いてけぼりになるじゃないですかね。だから謙遜すればするほど相手に対して相対的に相手の人格、人徳をですね下げることになっちゃってるんじゃないの。だから分かりました、私は本当の意味での謙遜してるんですね。つまり私はガンガン、自慢するんですよ。で自慢すれば、で自分としてはさ自慢して楽しいじゃないですか。私自慢大好きだからね。で自分ってこんなにすげえんだぞってことを言うのが好きだから、うん、だから自慢する。でそれで自分いい気になるでしょ。で相手からすると、あ、歩き人ってこんな自慢するやつだから人徳ないじゃんって言って歩き人を卑下するじゃないですか。そうすると相対的に相手の人徳が上がるでしょ、相対的にね。そうするとお互い得なんですよ。お互い自分のなんかその人徳というかね、人徳レベルっていうのがこう、自分は自己評価で自慢して上がるでしょ。相手も、あ、歩き人ってなんか謙遜をせずに、自慢ばかりして、あ、こういう人より自分の方がまともな人だなって感じで自己評価が上がっていくので、お互いに得なんですよ、ね、ですから、やっぱりさ、一人だけ、まあ、自分だけさ幸せになればいいってもんじゃなくて、やっぱりさ、ね、地球上に生きてる人類皆さん友達じゃないですか。全ての人がさ、ね、宮沢賢治先生もおっしゃってますよね。その全ての人がさ幸せにならない限り、平和にならない限り、その自分だけの、ね、幸福とかそんなのあるのかと。いやまさしくその通りですよ、ね、自分が犠牲になって相手が幸せになればいいとかそういうものでもなく、相手を犠牲にして自分だけさのし上がればいいってもんじゃなくて、その全ての人がさ笑顔で平和に暮らせるような社会を作りましょうと。そのためには自分が自慢をするっていうのが私はすごくですねいいことだと思うんですね。これは良いこと、善なんですよ、うん、これ正義とかそういうもので善、善なんですよ。一日一善、ね、自慢をしまくること、これが、実はですね良いことであり、全ての人が、自分に自信を持って生きることができるための第一歩になるんですね、うん、ということで、まあ結論として俺ってかっこいいっていうこと、うん、これはもう揺るぎない事実なんで、もう仕方ないですよね、うん、というわけで、ここまで見ちゃった視聴者の皆さんお疲れ様でした。